東京マーケットワイド、代わってこの時間はゲストをお招きいたしました。ジャスタック上場、証券コード2488、日本サードパーティー株式会社代表取締役社長、森豊さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本サードパーティーさん、まずは会社の概要をお話頂戴してよろしいですか？はい、まあ、何回か出ていただいてるのご存知だと思うんですけど、そうですね、はい、日本サードパーティー株式会社、なかなかちょっと個人投資家の方ではあまり耳にしない 株の会社名だと思うんですけれども、この日本サードパーティー株式会社という日本サードパーティーは、はい、サードパーティーメンテナンスの、はい、という分野の名称から来てまして、海外では結構、はい、サードパーティーメンテナンスというメーカーで以外で、保守メンテだけを専門にやっている会社がやっている業態なんですけど、これを日本で初めて持ってきたということで、日本サードパーティー株式会社という名前になっております。このサードパーティーっていうのが実はポイントなんですよね。そうですね、はい、社名が。そうですね、で、まあ、海外の、企業の日本進出をサポートするということで、はい、昔はですね、創業時は精密機器のメンテナンスを専門に行う会社として創業いたしまして、はい、当初はですね、修理などのアフターサポートなどを専門にやっておりました。ですので、お客様は海外のメーカーさんというのが非常に多かったんですけれども、はい、最近ですね、ちょっとその業態もだいぶ変わってきましたので、そちらの方もご紹介させていただければなというふうに思っております。これやっぱり日本に海外から来たメーカーさんなんかは、日本にサードパーティーっていう業務があんまりないよねっていうのが創業時にはやっぱあったんでしょうね。そうですね、はい、ということで、そこから進歩していって現在ですね。そうですね、はい、現在は、最初の頃は精密機器のサポートっていうところがメインだったんですけれども、最近は IT 機器であったりとか IT のソフトウェア、はい、また医療機器の、保守サポートなど、全般サポート全般のですね、ことを専門に行う会社となっております。また技術進歩も非常に早いですので、はい、我々は新しい技術、まあ、例えば AI であったりとか IoT といったような技術を積極的に活用することで、今までは海外のメーカーさんだけだったのを、 IT を利用する海外国内全てのユーザーさんに対してサービスを展開しております。これ裏返して考えると、日本の国際競争力を高めていくことにもなっていくということ。おっしゃる通りですね。ですよね、はい、そこが大きな使命になってきているというところ、はいですね。そういう中で、業績トレンド見ていただきましょうか。はい、これ私がですね、社長になったのは2014年なんですけど、それ以前はですね、やはりリーマンショックであったりとか、あと2011年の東日本大震災などがあって、かなり業績が、悪化してたんですけれども、はい、この直近5年間でとにかく営業利益をちょっと改善していこうということで、努力してまして、まあ、2017年度に特損を出した以外はだいたい2億から2億5000万円ぐらいの、利益の方を上げることができるようになりました、はい。で今年度2019年度3月期は一応50億売上高50億と、あと 1.8 億の営業利益を目指しております、はい。この 1.8 億ちょっと下げたんですけれども、これはですね、やっぱり AI、 自社で作る AI の事業、こちらにですね、先行投資をして、まあ、5年10年先のですね、次の柱の事業を立てたいという思いがありまして、今年現役にしております。まあ、今第二四半期終わったところですけれども、堅調に事業の方は、業績の方は積み上がってきております。売上は増収基調を維持されています、はい。で、利益のところは先行投資、そうですね、これ当然ながら今やらないと遅れてしまうという、おっしゃる通りです。思いですよね、はい。で、今現状こういったトレンドになっているというところですが、はい、事業構成もまさしく今の近未来の世界をこれから描いていくというイメージなんですけど、はい、そうですね、今ICT ソリューション、この下の方に抱えているのが IT のですね、サポート全般、 IT のサポート全般のですね、はい、サービス事業でございまして、まあ、これを海外の事業から、海外の外資系のメーカーさんから国内のユーザーさんを増やしていってあったりとか、はい、あとはライフサイエンスと書いてあるのは、医療機器、分析機器のサポートなどをやっている、これもですね、外資系のメーカーさんだけではなくて日本国内のメーカーさんにも手を伸ばしたり、はい、あとは人材コンサルティングというのは IT のエンジニア育成なんですけれども、こちらの方も国内のユーザーさんをどんどん増やしていっていると。で、あとはグローバルビジネスということで、海外市場にですね、進出することで売上規模を上げていこう、はい。で、最後左上の方の AI ソリューションとロボティクスというのは、やはり自社のサービスを作って利益率を上げていこうということで、こちらの方に今投資しているというような状況でございます。そして、日本サードパーティーさんというとイネイブラーというなかなか聞きになれない言葉なんですけども、はい、これ世話焼き人という意味、あ、さようでございます。ですよね、はい。つまりいろんなクライアントの世話を焼くっていうか、お手伝いをするっていう存在に今後なっていく
そうですね。で何がしたいかというと、想像したい未来を実現するためのお世話を焼くよと。そうですね、おっしゃる通りですね。例えばですね、はい、お客さんも、まあ、今働き方改革とかいろいろおっしゃってますけれども、本当のこと言えば週5日働いてるのを3日にしたいであったりとか、8時間働いてるのを本当は5時間にしたいとか、皆さんそういう未来のことを思ってると思うんですね、はい、でそういう未来を我々が AI とか IT を使うことで実現をしていこうと、はい、それをそういった世話焼きになりたいねっていうので、その存在を目指しているというのが、この言葉の意味でございます、はい、で、はい、ユーザーさんがですね、大体IT とか新しい技術を活用してなんか生産性高めたりしたいねと、製品サービスを創出していきたいねと、はい、ただそういった IT の業務はできるだけちょっとアウトソーシングして身軽にやっていきたいと、はい、できれば本業に、集中してやっていきたいと、はい、ただそれをやるにはできるだけ一括でどっか信頼できるところに任したいねといったところで、まあ、サードパーティーはこれまで30年メーカーサポートもやってきた高い技術力がありますし、また我々物を売っていない、まあ、サポートだけをやってきた、まあ、そういったところでですね、はい、まあ、中立な立場でですね、お客様に、IT のサービスを提供できるというような強みがありますので、まあ、そういった立ち位置でですね、イネブラを目指していきたいというふうに考えております。ご社長どうでしょうか。その IT 技術がどん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 革新されてきて、はい、まあ、今第4次産業革命とか言われてますけども、はいはい、この世の中の大きな変化っていうのは御社にとってやっぱりこれ追い風と考えてほしいんでしょうか。そうですね、やはりいろいろ新しいことをやっていこうと思うと、今ある技術だけではなくて未来の技術をどん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 どうやってこう仕事の中生活の中で使っていくのかっていうのが今キーになってきてます、はい、まあ、そういう点では我々今技術力が非常に高いところで今までやってきてますので、それを利活用していただいて、まあ、よくしていけるっていう立ち位置になりますので、非常に有利なポジションにあるかなというふうに考えております、はい、で逆に言うと今の世の中の流れを IT の技術で支えている会社が日本サードパーティーと考えてもよろしいですか。はい、さようでございます。まあ、今までは我々どちらかというと、まあ、IT のインフラとかそちらのバックエンドの方で仕事をしていた、はい、まあ、それをできるだけユーザーさん側の方で事業を展開していく、まあ、そういった立場に今なりつつあります。ということは、まあ、クライアントさんが想像したい未来が実現するためにはそのお世話を焼いていくというのは非常に大きな存在と考えていいわけですね。そうですね、はい。現在の重点施策というのはどういったところと考えていいでしょうか。はい、今重点施策は3つございます。まず1つはですね、ジェスサービスの開発ということで、先ほどから何度も申し上げてますように AI ロボティクス分野、まあ、もう1つ大きな点で言いますと IoT の分野に力を入れて、まあ、自社サービスの開発をしていこうと思っております、はい、またもう1つはですね、左下にあるライフサイエンスの事業の拡大というところで、最近法規制がどんどんちょっと緩和されてきたこともあり、海外から日本に医療機器や、分析機器の日本進出をしたいという会社さんがたくさんあります、はい、ただそういう会社さんはですね、やはりその薬機法の認可を取ったりとかいろいろ煩雑な、作業がありますので、それを我々が一括で全部サポートしてあげようといったようなことを今去年からやっておりまして、はい、この事業が拡大するんじゃないかということで、こちらの方にも力を入れております。ライフサイエンスということですね。であとはインターナショナルビジネスとしましては、やはりインド市場、新しい市場に展開していこうということで、去年から我々ゲイトという IT アセスメントツールを展開しておるんですけれども、はい、日本でもう大体年間 2万人ほど受けていただいているツールなんですけれども、こちらをインドで展開しておりまして、去年インドで1年半の間に3万人の方がもう受験していただいている、まあ、これは行く末ですね、有料化をしていき、人材のマッチングにですね、つなげていきたいなというふうに考えております。3つの重点策ということですが、はいはい、私の頭の中には、はい、このサードアイっていうのがすごく刻まれてまして、 ありがとうございます。これサードアイ、お客様の課題に最適な人工知能をつなぐプラットフォーム、はい、具体的にこれどういうふうに考えてよろしいですか。ですね、これはですね、もうちょっと後ほど直君にちょっと説明をしてもらおうかなと思って。直君も登場される、はい、そうなんですね、まあ、今まで AI っていうと今世の中ではたくさんの AI あるんですけれども、はい、どの AI にも一長一短がありまして、その一番いい AI を最適に自分がやりたいサービスに最適な形で選んでいくことができる、つなぐことができるプラットフォームとなっております、はいはい、それを我々がプラットフォームとして提供させていただいているようなものです。つまりデジタル新入社員をどん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 訓練していく。おっしゃるとおりです。訓練するための、まあ、プラットフォーム、プラットフォームを作っているということですね、はい、そうですね。ではそろそろ直君に登場していただきましょうか。お久しぶりですよ直君も。そうですね、登場していただくのが、名前は、私の名前はナオです。ではナオ君、サードアイについて説明してください。サードアイは
日本サードパーティーが提供する人工知能を簡単に使えるようにするプラットフォームです。第三者の視点から様々な人工知能を評価して、お客様の課題に合った人工知能をつなげることからサードアイなんです。サードアイは何ができるの？今流行りの人工知能を使ったチャットサービスやコールセンター、マーケティング、営業を支援する人工知能サービスを提供しています。どんなとこで使われてるの？サードアイは様々な業種で使われています。私のこのシナリオ対話や雑談対話もサードアイを使っているんですよ。なおくん、ありがとう。どういたしまして、どういたしまして、ちゃんとどういたしましてだからこういう説明もですね、はい、まあ、私がするより全然あのロボットにしてもらった方がねうまいんですよ。いや、2年前に直くん来てもらった時には、ゴルフのスイングを教えてもらったんですが、この2年間で随分直くん成長しました。だいぶあの教え込みしましたんで、はい、AI をつないでだいぶ勉強させましたんで。だからやっぱりそのデジタル新入社員っていうイメージってものすごくわかりますよね。でその短期間でやっぱりその成長させていく、そうですね、データ入れるとか教育するとか、ここの部分をやっぱり担っていくってことですね。そうですね、やっぱりあのデジタル新入社員って前も言いましたけど、 AI ってやっぱり教育していくところが非常に重要なところになっていきますので、はい、その教育をするところがですね、どれだけ効率化されているのか、まあ、いろんな AI をどうやって教育していくのか、そこが重要になってますので、まあ、そういう意味ではサードアイっていうのは非常にベストなソリューションかなというふうに思っております。そこまでお世話を焼いてくれるということですね。そうですね、はい。本日のまとめということでいきますと、はい、目標もありますけども、日本サードパーティーは IT の世話焼き人集団です、はい、これ皆さんが世話焼き人ということですね。そうですね、我々全員ですね。そして先ほど伺いました重点事業は AI とロボティクス事業です。はい、おっしゃるとおりです。中期目標は過去最高の売上60億円、営業利益6億円の早期達成を図っていくぜと。はい、これ直くんも学んでるわけですね。そうですね、はい、そのためのソリューションを直から聞きたいなと。なるほど、なるほどそういうことで今日いろいろお話を伺いました。はい、今日はジャスタック上場、証券コード2488、日本サードパーティー株式会社代表取締役社長森豊さんと直くんでした。ありがとうございました。ちゃんと手振ってますありがとうございました今日はどうも申し訳ありがとうございました。